どうも、スポーツ応援ブログのオカピーです。今回は岩手県の高校陸上の強豪校を紹介していきたいと思います。岩手県は東北地方に位置しており、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島県の6県から構成されています。東北地方の競技人口は約1万2000人ほどです。そんな岩手県の陸上競技ですが、実際に強豪校を紹介していきます。まず高校駅伝で第一勢力に挙げられるのが、男子が一関学院、仙台北上、盛岡大附属の3校が、女子は花巻東、盛岡誠桜が挙げられ、私学が接見しています。続いて高校総体は第一勢力に男子が盛岡南、花巻東が挙げられ、女子が花巻東、盛岡誠桜が挙げられます。また第二勢力には黒沢尻工業、盛岡市立、水沢第一、盛岡第四、盛岡工業らが挙げられます。いかがだったでしょうか？今回は岩手県の高校陸上の強豪校を紹介していきました。岩手県の陸上界を席巻する私学勢とそれに対抗する公立校からは今後も目が離せません。